岡田です。参加者からの相談メール。岡田さん、いつもお世話になります。今日はコミュニケーションの類ではなく進路のことで大変恐縮なのですが、相談させてください。私は大学卒業してから7年間同じ会社でサラリーマンとして働いています。学生時代に希望していた職種の会社には入れたのですが、実際働いてみると自分が思い描いていたものと現実は違っていました。会社の雰囲気自体はそこそこいいし、同僚や上司にも恵まれているとは思います。ですがこのまま漠然となんか違うなという感じで働き続けてもいいのかなと最近は不安になってきました。転職するにしても同業他社は大体同じような業務になり、あまり変化はないように感じます。自分なりにリサーチはしました。かといって全く違う職種に飛び込んでも今と同じ条件で働ける確約もありません。そもそも必要とされるのかも不安です。結構潰しが効かない職種なのです。こういう状況の時、岡田さんならどうされますか？今後の進路の参考にさせていただきたいと思い相談しました。間違いな質問ですみません。岡田の答え。自分の将来を決定するときに絶対に幸せになれる選択を見つける方法がある。それは一番最初に自分の思い描く理想を具体的に明記することだ。それもこういう仕事がしたいとかこれくらい稼ぎたいといった条件ではなく、将来どんな感情を得たいのか、将来どんな生活を送りたいのかという観点で具体的にする。なぜなら人は自分の感情でこそ幸福感を味わうことができるからだ。こういう職種で働きたいという希望は条件に過ぎない。条件だから、じゃあ実際にその仕事に就いた時の自分の感情というのは別の話になる。その結果、希望通りの職種で働いたけどなぜか幸せではないという現象が起きたりするのだ。だから一番最初に将来どんな感情を得たいのか、将来どんな生活を送りたいのかという観点で具体的にする。とは言っても私も幸福度を得る方法を最初から知っていたわけではないので、この相談者と同じような時期があった。仕事には満足しているし条件面もいい、でもこれって幸せではないよなという思いの時期があった。しかし逆に言えば、その時期があったからこそ自分が幸福感を味わえる状態ってどんな状態なんだろうということと向き合えたとも言える。で、自分の幸福感と向き合った結果、私は以下の感情や生活を得ない限り幸せは感じない人間だということに気づいたのだ。誰からも束縛、指図されない、誰にも頼らない、偉そうにされない、朝起きて今日は何しようかを決めることができる。私はこの3点を抑えられる生活やそれによって得られる感情を目指すことにしたのだ。で、次に、当時私もサラリーマンだったが、ではそのために自分がどうすればそうなれるかという視点でこの先の身の振り方を考えた。その結果が TAV であり独立起業だったのだ。もちろん当時ひょんなことから発生した莫大な借金を返すために必要だったというのがトリガーとして存在したが、それはそのタイミングを早めた要因なだけで、遅かれ早かれ私は今の状態を構築していたと思う。この相談者が真の幸せや充実した日々を手に入れるためには、今までと同じような条件面で進路を考えていたら、おそらくまた同じことの繰り返しになる。だからまずは将来どんな感情を得たいのか、将来どんな生活を送りたいのかという観点であなたの理想像を具体的にすること。そこが明確になれば、おそらく現時点で予想できる選択肢は1独立起業、2転職、3今の会社で地位を得る、こういった選択に絞られてくるから、その具体的な理想像を手に入れるためにどの選択が良いかを考慮するといい。
ほとんどの人が条件面で将来を模索するから、一時的には良くとも、長い目で見るとなんか違うなとなってしまう。感情やどんな生活を送るかで将来を模索すれば、長い目で見た時に本当に自分が送りたかった人生を手に入れることができるのだ。しかしながら、最初にも書いたが、今感じている不満があるからこそ、自分の人生を見つめ直す機会を設けることができたのだ。だから、なんでこんな選択をしたんだろうと悔やむのではなく、今までに選択してきた自分の人生や今ある会社、周りの人たちに感謝をするべきだ。物事にはすべて意味がある。今感じている焦りや不安だって、今までの行動、選択があるからこそ気づき生まれたことだ。成功していく人間は、立つ鳥跡を濁さず、いくら自分の理想と違う選択だったとしても、いくらこれからそれらが過去になるとしても、あなたと関わってきた人たちや、あなたを形成してきたもの、すべてに対して、わだかまりを残さないことは、とても大切だ。あなたが本当に進むべき道に進み、本当に手に入れたかったものを手に入れたとき、なるほど、こういうことだったのか、と必ず、一本の線が通る時が来る。その時に、後ろめたい過去や、会いたくない人、会えない人がいない方が、絶対に幸福度は増す。最近は、後を濁す人がとても多いので、この話も覚えておいてほしい。ちなみに、このような相談は大歓迎だ。私はよく、ナンパや恋愛に関する相談以外、してはいけないと思われがちだが、出会った人から求められることは、人生で一番大切な本質だと思っている。本質を伝えているわけだから、このような悩みや相談ももっとすべきだし、それにより、あなた自身のコミュニケーション能力も絶対に上がるからだ。遠慮なく、どんどん質問してほしい。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いします。